アッセンブル、こんにちは。どうも、エルライトです。本日もね、球神祭、レギュラー戦の方やっていきたいと思います。はい、まあ今日はちょっと頑張って2試合ねやろうかなと思ってます。多分ここ最近っていうか、球神祭が始まってからほぼ1試合分ぐらいしか流せてないので、はい、今日は頑張って2試合分遅れたらなと思いますので、はい、よろしくお願いします。で、まあ一郎セレクションね、まあ発表されたというか、まあ本当に初日の15分ぐらいで皆さんが協力してね、もう予想が出ちゃったんですけど、まあちょっとその予想をね、画像に貼っとくんですけど、まあこんな感じの12人に、なりましたよと。で、まあ僕が欲しいのは掛布さんと王さんぐらいかな。あと城島さんかな。うん、まあここの3名はちょっと取りたいなと思ってはいるんですけど、正直どうでしょうかね。まあもちろん一人一人強いんですよ。全然強いんですよ。うん、なんですけど、まあ正直なんだろうな、僕はリアタイ目線で考える人なんで、リーグは全然力入れてないんで、リアタイ目線で考えると、まあ半分ぐらいするしてもいいんじゃないって思ってます、正直なところ。うん、なんかここでお世辞を言ってさ、いやこれは絶対引くべきですよみたいな感じはちょっと僕は嫌なんで、正直今の僕からしたら、まあそんなにかな、半々ぐらい、引くか引かないか本当に半々。うん、絶対スルーってわけでもないんですよ。うん、欲しい選手はね、いるので、まあちょっと本当にね、そこは考えます、今後の。はい、今後またいろいろガチャ来ると思うんで、まあ、そことの兼ね合いとかも考えながらって感じですね。はい、皆さんはどうですかね。やっぱり一番の目玉は王さんとか掛布さんになってくるのかな。まあわかんないですけど、純正やってる人はね、その球団の人たちが欲しいのかなとも思いますし、あとまあ珍しさで言ったらね、松坂選手とかさ、ほとんどの人がさ、まあ、選出されるとしてもセーブで出るんじゃないかなと予想が、してた人いると思います。まあ僕もその一人なんですけど、まさかね、中日で出るとは。はい、まあ僕も昔のアニバーサリーで出た松坂選手極みで持ってるんで、別に当たったら継承できるんですけど、いやー、まさかのね、中日で出るとは。ここはちょっと予想外でしたね。うん、あとは、まあ、そんなか。うん。まあまあ、ありえそうなメンバーがちょっと揃ったかなっていう感じですね。うん。で、多分、イチローセレクション今後、ほぼないんじゃないかな、みたいな。毎年、ダルビッシュセレクションは、まあ、来てるんですけど、ほぼほぼここ数年ね。なんですけど、イチローセレクションはもう、今後、来ないんじゃないかな、みたいな感じはするので、うん、ちょっと引きたい人はね、引くべきだと思います。はい。で、まあそのガチャの珍しさから、ちょっと他のガチャの話をするとですね、多分春先、2月か3月に、侍ガチャが来ると思うんですよ。WBC があるので。で、そこで、メジャーリーガーの人たちが参戦決定ってなったら、多分、メジャーでの、今のメジャーでの、能力が反映されて出ると思うんですよ。ということは大谷選手とかも、今のワールドスターで出てる能力より、高く出るはずなんですよ。すいません、喋ってたらなんか1試合目終わってました。はい、なので何の話してましたっけ。あ、そうだ、大谷選手の話してましたね。その続きからいきましょう。大谷選手とか、あとダルビッシュ選手とか、まあそこら辺が参戦ってなって時、今の能力で出るんじゃないかなって思ってます。なので、まあ今年ぐらいから大谷選手ってツーシーム投げてると思うんですよ。ということは今の、まあ、球種プラスツーシームが出るんじゃないかなっていう。いやー、大谷選手がさらに強化されるみたいな話が出てるので、いや、ちょっとそこはね、楽しみなんですよ。てか絶対取ります。はい、それが出たら。はい、なのでちょっとね、ワールドスターは今年僕はスルーします。ピッチャーの大谷選手が来ても。で、今の、バッターの大谷選手もスルーしてるのはそんな感じです。はい、もしかしたら
ワールドスターじゃなくて侍のガチャで出るんじゃないかなと僕は先にちょっと予想して、はい、今はガチャを引いてません。はい、でここでもし侍で、まあ、メジャーリーガーが参戦してもガチャには搭載されませんよとか、なった場合は、まあ、それはもうしょうがないんで、うん、また来年のワールドスターで大谷選手とかは救っていこうかなと思ってます。はい、まあこんな感じですかね、ガチャの話は。うん、いやまあいろいろ来ますよ、アニバーサリーもあるしね、もう本当にダルビッシュセレクションとかも来ますし、まあ本当に今年はね、どこでガチャを引くか、うん、やっぱりまあ僕は全部のガチャ引きたいんですよ、気持ち的には。うん、でもそんなにね全部のガチャ回せるだけの財力はないのでね、見極めが大事なのかなと思ってます。はい、まあですし、多分全部のガチャ引けたらなんか面白くないというか、うん、金さえかけりゃなんか当たるじゃんみたいな、あんまり僕ちょっと今年嫌だなと思ってて、うん、まあ去年ちょっとお金使ったっていうのもあるんで、まあ、今年はそんなに、抑えめでいこうかなって、まあ、始まった当初から思ってたんで、まあ、そこはちょっと継続して今年はそんなに課金とかはしてません。はい、今のところね、まあ、これからちょっとガチャの流れがめちゃくちゃ来ると思うんで、まあ、どこで課金して引くかっていうのをちょっと見極め中です。はい、いやーダメか、あー OKOKOK ということで、まあ試合に戻りたいんですけど、まあ1試合目はちょっと話しながらやってたんですけど、多分逆転勝ちしたのかな、うん、しました。で2試合目はあー危ねえ、外野前進してた。てか今気づいたけど、相手ピッチャーサイスニード選手ですね。なんか珍しいっすね。この人ヤクルト純正じゃないよね、多分。あ、それか、まあ最近ヤクルトの選手集め出したかみたいな、来年のスピリーグに向けてみたいな感じの人なのかな。うん、サイスニード選手はあんまり12球団で見ないんでね、ちょっと珍しいんですけど、よし、あと1点で終わりということで、勝ち込んで終わりたいと思いますと思うけど、多分僕は打てない。はい、なぜなら僕はあと1点が取れない病気にかかってるから。いつもどうせね、この4点で終わるんですよ。僕の予想はショートゴロ、あーファーストフライでした。はい、ということで、2試合目ももう終わりに近づいてきましたということで、あ、やばい、そんなこと言ってたら勝ち込まれたんですけど、まあまあまだあと3点あるんでね、終わりに向かいたいと思うんですけど、球審祭もね本当に終わりが近づいてきたなと。もう1週間ね、あともうちょっとで終わるということで、皆さんどうでした？うん、まあ僕はそんなにやり込んでないので、うん、あんまり上には行ってないんですけど、まあそんなかな。まあ本当に球審祭始まった時の動画でも言ったんですけど、リボンさえあったら多分もっと盛り上がるんですよ。それかあとなんか中間発表でどっちの陣営が今勝ってますよみたいなのが発表とかされてたらもっと盛り上がるのになみたいな、何か1個か2個欠けてるみたいな感じがするんですよ。うん、何かがさえあればみたいな、もうちょっとできると思うんですよね。まあそれはちょっと次回のね、なんかいつ、まあ1年に1回なのかな、わかんないですけど、まあ球審祭が来たら、まあそこで期待してます。はい、ということで、あとワンアウト終わり、オッケー、あざした。